ファイヤーでバンギラスに勝てるって言ったんだよ。なだれ、オッケーオッケー。ぬるいのに変えてきたね。これが本物のファイヤーさんの力じゃ。うおー、皆さんこんにちは。マワリズムービーズ劇場支配人のマワリですぜ。今回は原種ファイヤーを使っていくぜ。技構成、燃え尽きるエアスラッシュ、鬼火、羽休め。燃え尽きる、全身の炎をすべて燃やして大ダメージを与える。自分の炎タイプがなくなる。鬼火、不気味で怪しい炎を放って相手を火傷の状態にする。羽休め、地面に降りて体を休める。最大 HP の半分の体力を回復する。鬼火と羽休め、2つの技を駆使することで物理アタッカーの攻撃を受けつつ、燃え尽きる、羽休め、この2つの技を目視することによって自身のタイプをコントロールし弱点を自在に操る。伝説の鳥ポケモンらしくね、トリッキーな動かし方ができる受けポケモンですぜ。またブリザポス。ファイヤー連れてきたいな。初手ファイヤー、ウラニーノム、メタグロス、意外といいんじゃないかだね。ドラゴン技受けられるし。さあ、みかんさん対戦よろしくお願いします。うおー、やるぜー。ロン毛からか、壁張ってくるんだろうな。いや、あんまり鬼火張る意味ないけど、張るか。多分壁を優先してくると思うので、壁ターンをもたもたと枯らしながら戦っていこうかなと思いますぜ。鬼火、オッケー、当てる。よく当てるな。イノム出してステロ巻きます。うん、いいでしょう。ここはステルスロックを巻くぜ。さあ、イヤーも巻いて、壁ターンももたもたと戦って枯らしていく。うん、じゃれつくか。オッケーオッケー、それは効かないぜ。硬い。にらみつけるさん、そう、にらみつける、にらみつけるさんです。本物のファイヤーに許されたね。鋭き眼光。あ、ここで引っ込めんだ。へえ、やった。ブリザポスではファイヤーと戦えないぜ。鬼火ダイマックス、これナックル積んでくんのかな。うおー、鬼火当てる。うん、ラムじゃない、アイス。オッケーオッケー。アイスではファイヤーは突破できないぜ。硬い、ファイヤー硬いです。いいポケモン選べたな、我ながら。ここ羽休めまだしなくていいかな。エアスラにするか。まだこのターン落ちないんで、ダイアイスもらっても、その次のターン羽休めの方がいい気がする。ここはエアスラでちょっとだらしなく戦っておこうかな。あ、ナックル、オッケーオッケー。それはもっと効かない。リフレク光、リフレクあと3ターンか。ここ跳ね。ファイヤーの調整を教えてくれぜ。 HB ぶっぱです。ただの HB ぶっぱ。それ以上は特に何もしてないですね。ここもう一回ナックルだよな。これ食らっちゃうよな。はい、まあこれ以上攻撃は急所か。急所でこれ。強いな、ファイヤー。さすが伝説の山頂。よし、ブリザポスをね、ブリザポスの脅威を未然に抑えることができましたぜ。ここどうだろうね、つららばり普通に食らってもあんまり痛くないことが分かったし、ここエアスラで一旦、まず一旦いいか。はい、オッケーオッケーだよね。そんな気がしたんだよ。で、このターンもっかいエアスラはちょっと危険だな。ここは羽休め、10万馬力読まれて撃たれても大丈夫。
ファイヤーはリザードンより耐久があるから耐久型いいですね。そう、使いやすいですねこいつ。タイプ炎飛行というタイプは本来耐久向きじゃないんですが、燃え尽きると羽休めという技をね上手に駆使することによってタイプをね自在に操って、うまい、うまいけど落ちない。よーし、半分ぐらいか、ちょうどそんな気がした。羽を休めるぜ。もしここで研磨してきたら、あ、オッケーオッケー、それは半減。オッケー、ファイヤーさん硬い。燃え尽きたいな。ブリザポス、うん、この体力だったら光の壁もないし、燃え尽きてファイブリザポスを突破できるくらい。よし、ブリザポス撃破。いやー、うまいなー。ブリザポスとダイマックスも枯らして、お相手は壁を張れるロンゲがいるけど、あまり脅威ではないと。お相手、かなり苦しくなったはずですよな。多分、オーロンゲではファイヤーさん突破できないですし、技がないと思うんですよ。いい。ファイヤロー。ファイヤローにはそうですね。できないことですね。ファイヤローでもできない、できないかな。意外とできるんじゃないか。レジュドラゴン勝ったか。裏多分、裏ね、特防、イノム特防高いですし、メタクロスもドラゴン技半減なので、これいけるんじゃねえかな。ヒヒダルマがね、岩なだれ覚えるんですよ。ファイヤーだと受けられねえかな、もしかして。とりあえず初手イノムで良さそうですな。イノム、ファイヤーするけど、あとじゃあメタグロスかな。この3体でいくぜ。いや、強そうだな、相手のこれ。なんかあるんだろうな、こういうパーティー。さあ、マゼランさん、対戦よろしくお願いします。うおー、やるぜ。完成度高そうなんだよな。これでしかも1700近いってことはさ、相当やるぞ、相手。ガブから来たか。ステルスロックを巻いてくると予想。つららばりで。だよね、ステルスロック、ステルスロックだよね。お、当ててくれる。オッケー、えらい。オッケー、じゃあ、イノム、いい仕事したな。ミロカロス。よし、身代わりがなければ、ジュアレでいける。ここ、ステルスロック巻きます。余裕があるんで。ネット、うー。え、強っ。あれ急所でしょこれ。だよねだよね、火力ありすぎ。あー、これミロコロスきついな。ちょっと待って、負けそう。やっぱり負けそう。待って待って、ミロコロスきつかったわ。いやー、ニドキングがいれば、いやー、それもちょっと違うか。急所が厄介でしたなぁ。しまいますが、いや、シンプルに強いな。特別な、なんかさ、特別な、ギミックみたいなのがある感じでも、ないですのに、シンプルに強い。ファイヤー出します。ここはエアスラヒルミとかいう低い確率にかけるよりも素直にダイジェット積んだ方が良さそうですよな。ここ引っ込めんの、うわー、待って待って、うわー、待って待って、かやまった。ダメージしか出ない。はい。これで急所。ちょっと頼りないかな。グロスに引いてももう一回ミロカラスで受けられちゃうから弱いよな。ファイヤーでこのまま殴ってきます。大バーンで天候を砂嵐に変え、大ウォールで、だよねだよね、よしよし、そんな気がした。次のターン
もう一回第6区だと思うんだよね。ダイバーンで天候を変えられても第6区で砂嵐もう一回起こせばファイヤーなんか怖くないぜって思ってると思うぜ。メタクロスで頼むぞ。第6区天才かよメタグロス、いやーうまいな相手。あるかこっからないな。バレッは危険か弱点保険の可能性が極めて高いからバレットパンチはちょっと愚策な気がする。ここは素直にバンギラス落とされちゃうか。ここ引っ込める。うん、ここ引っ込めてくれるのはまあなしじゃないかな。なしじゃない、なしじゃない。よし、まだ戦える。ファイヤーさん出して燃え尽きるから入ります。まず炎タイプを失って、炎タイプ失って熱湯を抜群じゃなな抜群にならなくするまず燃え尽きるぜ。ここバンギかな。オッケー、引っ込めない。いいぞいいぞ。今度は油断してるな。ミラーコートないんじゃないかな。はいはい、ね、あミラーコートあるのか。まあ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 、いいでしょう。でエアスラ昼目。まだいい。いやでもまだまだ部があるな。エアスラのダメージ見るに3回ひるみ引けばいけるはず。もうダイマックスは残されてないから、ここでエアスラッシュでミノカロスを突破するゲーム。頑張れファイヤー。一発ひるんで技が出せない。鬼火のダメージ、いやここ押し込めるんじゃないか実は。頑張れエアスラッシュ、エアスラッシュ頑張れファイヤー。ミノカロス突っ張るしかないはず。ランス引け、オッケー。ミノカロス撃破で今ファイヤー炎タイプ失ってるから飛行タイプなんですよ。このターンまず羽休みから入る。タイプを失うことでまずはバンギラスをの岩技を倒廃で受ける。で次のターン鬼火、これだね勝利条件。まずは羽、ファイヤーでバンギラスに勝つだって。岩なだれは倒梅。オッケー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 。いやー割とダメージ入るな。でももう鬼火じゃないとダメ。鬼火で当ててくれたらいける。オッケー当てる。いや弱歩バンギだと思うんだよね。噛み砕くに切り替えてきたから。それは倒梅。オッケー全然効かない。急所でこれ。おーあっビーダウンは効いてないな。うーん嫌だな。休めで。ファイヤーでバンギラスに勝てるって言ったんだよ。なだれ、オッケーオッケー。ぬるいのに変えてきたね。当場いい。ここはヤスラッシュ。いや強いな。炎タイプと飛行タイプを失ってオッケー見たか、これが本物のファイヤーさんの力じゃファイヤーさん強い。いやーバンギラスに勝っちゃうとはね恐れ入ったぜいや燃え尽きるとね羽休みをね上手に使いこなして、炎飛行2つのね岩タイプ技に弱いタイプをね帳消しにするという原種ファイヤーのみにね許された戦法。
いや満足度高え、おすすめです。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。